堂々たる戦ぶり。俺と勝負だ。皆さん覚悟しろ。 悔しいな。ここは光れば。 光れば。敵将撃ち取った。かかれ。容赦はするな。分金を打ち渡すのだ。 暗殺者め、この分岐が相手だ。今だ、武王。しばし殿、ご無事か。受信状は制圧いたした。あとはお任せあれ。 私を撃てるのならばな。逃がさんぞ。 軍旗らが敗走します。自分に追撃の任務を与えてください。捨て置け。まだ緩急権が残っている。奴を撃たねばこの乱は収まらん。逃がさんぞ。どの援軍が現れたのか。率いているのはおそらく手やろうか。やはり。 この混乱をついてきたか。だが想定内よ。頭を潰し、早急に追い払え。なるほど。手本として私ももらいました。我が地球に落ちろ。 敵に増援が現れました。五軍の本体が来ました。
諸葛丹のみでは呪春を奪い返されよう。火星に向かうぞ。見事な手並みであられる。自分たちも使命を全うせる。さあ、ホイコ勝負だ。覚悟しろ。えい、ここは倒産。ここらでも柴殿、お顔の色が優れるようですが、よもや文王から受けた焼き皿。大事ない。私はこのようなところでは倒れぬ。貴様が損し、我が地球に落ちにかなわぬ本部のようだ。戦わずともその顔で分かる。このわしを馬鹿にするか。許さぬ。手間をかけさせてくれ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。よし、死ねぞ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。しばしば理に従えばエデンの主張は正しい。だが俺は闘技の将、帝に尽くすのが使命。王国に忠説を貫き、いたずらに乱を起こす。やはり貴様も凡愚よ。決せ。皆さん、いかなる国も回しに行くとおり。よし、我らも武名を上げるぞ。いかに大剣を持とうと、ままならぬものがある。染みついた忠説ですか。そして天命だ。しばし殿。天下の頂点はしばしの手からすり抜けた。環球圏文金の反乱は鎮圧したものの、しばしは陣中に倒れる。覇気と才能に恵まれた天才の命はもはや風前の灯火であった。しば資源、ただ彼には天命のみが欠けていた。兄上。バカめ、お前には洛陽の守備を命じたはずだ。いや、来てくれてよかった。義の怨念に傷をつけられ、義の忠説に傷をえぐられた。まったくつまらぬことだ。
これより我が権力をお前に渡す。あとは好きにするがいい。無責任ですよ、兄上。どこかで聞いたセリフだ。しばしの死後、彼の権力は弟のしば将に託された。この権力以上の隙をしばしが断ち切れなかった義の怨念がつく。義弟双方がしば将に対し巨匠にとどまるよう命じたのである。それはしば将の兵権を奪いたいがための策であった。あろうことか、司馬将は命に従い巨匠にとどまる。彼にはのしかかる責務を負う覚悟がまだ欠けていたのである。義の怨念が支配権を得た矢先、職の申し受もまた動き出す。司馬氏の死を知った脅威がまたしても進行してきたのである。この法を聞いた当該商会らは司馬将の復帰を熱望する。今まで職軍を撃退できたのは司馬一族の力あってこそと。こうした声を義弟も無視できず、司馬将の洛陽への帰還を許す。帰還した司馬将はすぐさま出陣し、東水で脅威を迎え撃った。彼の父や兄、そして彼を信じてくれた将の期待に応えるために。